どこに行くかは僕に任せて。じゃあ、そんなの何かしたい？買い物行きたい？まあ、最近またから、給料を待ったし、秋葉原に行こう。ここで一日を過ごしても本当に大丈夫か？気分のないなら、ほくんどこに行かに行っても困らないよ。その、ここに来られてももちろん嬉しいけど、もっとロマンチックな雰囲気で過ごしたいなら、一番ふさわしいところはどこ？ちょっと。君の言う通り。他人は何するなんてどうでもいい。大切なのは一緒に時間を過ごすことだ。あれを見て。あの店、ナンドロイドというフィギュア売っている。すごく高いけど、めっちゃ可愛いんだ。長い間ずっと店に探していたんだけど、秋葉原についてあまり調べなかったみたい。秋葉原ってこういうものの人気スポットだ。だけど、値段がちょっと高いから、僕にはめったに来ない。さあさあ、入ろう。わ、見て見て、中原中也だ。これ見たことないな。でも、中学以来かな。ビッグの店に全然行かなかった。あれよく言うじゃないか。高校は人を変えるって、そういうことか。うわ、5200円。こんなに小さいものなんてな。これは高校って合理的に考えられない。2月14日からもう29日が経って年5200円だから。毎日180円の払わなければならないけど、それ高くないと思う。というわけで、今これを買ってお菓子をいかがするまでは、ほとんど無料になるということだ。川に飛ばせるじゃん。なんで笑ってるのよ。僕何をした？もう全然可愛くないから。